住みにくいけど生きやすいって思ってて、でも日本はその効率がいいんで住みやすいけど生きにくいって。時間通りに電車来る、バス来るは日本じゃないですか。1分遅れたらアナウンスになるのは日本じゃないですか。だから住みよいかもしれないですけど、生きにくいでしょ。総合監視社会なんで。ヒデさん自体 その得意なダイビングの部分ってケーブじゃないですか。ケーブ。ダイビング好きの人ってそもそも体験ダイビングから始まって、うん、でライセンス取るのにパディかマシーマスかそのあたりのオートモーターを取って、ね、だいたいそこで止まるじゃないですか。行ってアドバンスとかね、ちょっとダイビング極めたいなと思ったらレスキュー取ってダイブマスターあとインストラクターになったりとかね、働くならっていう、そうだからそういう流れだよね。それはオープンウォーターっていうダイビングでいうと木の幹、主軸な部分で、外から生えてる枝の部分が要はテクニカルダイビングって呼ばれている世界で、通常のダイビングとはちょっと違うことやるよっていうスタイルがそのテクニカルダイビングで、そのテクニカルダイビングの中の一つがケーブだ。で、何が違うかって言ったら、オープンウォーターダイビングは名前の通りオープンウォーター、まあ、水が開けてる、要は水面があるところで行うのがオープンウォーターダイビング。ケーブダイブっていうのは、これはオーバーヘッドっていう環境になるんだけど、おい、水面がないところでのダイビングをしましょうっていうのが、このケーブダイブの。洞窟とか、そう浮上しても、うん、天井で水面がないところ、うん、で、そのダイビング中にトラブルが発生した場合とかは緊急浮上ができないし危険を伴うっていうところで、安全にダイビングをするためにはどうしたらいいでしょうっていうのを習うのがそのフルケーブダイビング。地形好きの人はよだれものにすごい、水中生物はそんなにいない。ただ面白いものだとケーブグラインドフィッシュって言って目が退化した真っ白な魚、あれがあちこちで泳いでる。目が退化っていうことはのっぺらぼうないってこと。ない、だってあいつら暗黒の中を泳いでるから光がないの、目いらないじゃん。触手っていうか、そういうその自分の動きとかで発する振動を共鳴反射とかしてぶつからないようにこんな小さい穴とかに入ってったりとかして、そういうとこで生活してる。不思議なんで、どうやって伴侶を探してるんだろう。そうだよねレアな生き物とか、あと全くスケルトンなエビとか。でもケーブダイビングは普通に面白いなとは思うし、どっちもいけるじゃないですか。海の地形もいけるし、セノーテとかの地形も。セノーテってそもそも何なんですか。セノーテっていうのは一言で言うと地下水脈がひょこっと地面に顔を出したところ。陥没、氷河期とかを経験している時に水位が下がったり上がったりしてて、鍾乳石ができて崩落とかして天井にポコンと穴が、マヤの人たちが聖なる泉とか命の水という意味をつけてセノーテと呼んでる。このユカタン半島っていうところは石灰岩でできてるんだけど、山がないんで谷がないんで川がない、ほとんど海抜が変わらない。雨降ったらどう流れてくる。雨降ったらもう全部地下に浸透、地下に浸透したのが下の石灰岩でできて溶解して溶け出して海まで染み出して流れているうちに地下水脈っていうのを形成している。詳しく言うとその地下水脈っていうのが氷河期を繰り返して、氷河期が来た時に地下水脈の水位が下がります。下がった時にそう凍って、雪や氷が地上に堆積とかするから海の水も凍って膨張するから空洞ができる。でそこに初めて今度鍾乳石、天井からポタポタ滴った鍾乳石が連なるように石灰の膜を作って生えていく。これが氷河期の時しかできない、空気の層だから鍾乳石ができる。水の中では濡れたり乾いたりできないんで鍾乳石できないから、全部これ氷河期の時にできちゃう。どんどん大きくなってくると重くなって天井から剥がれ落ちる、崩壊、崩落、ちょっと天井が高くで、また生える、崩落、また生える、崩落で、どんどんこう地上と地下の天井が近づいていって、最終的に上に生えてる木の根っことかが侵食していって脆くなって、その地上にポコッと顔が今でも出てくるところある。今でもあるクラックって言ってくれた割れた層のところに断面にセノーテができたり、本当に崩落してボンって
なると思うし、国道に2カ所ね、国道の方だけドンって国道の脇ズドンって道路工事が下手くそだったとかっていうわけじゃない、じゃなくてセノーテが多い、地下水脈が多いから、特にここユカタン半島の中でもこのカンクンからトゥルンという湾岸線は地下水脈の宝庫なんですよ、あそこに流れてくっていう傾斜がちょっと他のところよりも傾斜がきついんで流れてきやすい、だからあそこら辺はすごい地下水脈がいっぱい通ってて、当然海岸線みんな海に向かって流れてるから、うん、その分ああいう国道はすごい崩落しやすい、走ってる最中怖すぎですよね、でもありえるってことなんですもん、走ってる最中に落ちることはありえる、実際それに遭遇してる人いるからね、いいマジですか、入ったんですか、え落ちたんですか、直前ギリギリもうできて、できたての頃にその道路を通ってて、ちょっと向こうからパッシングをライトが来て、なんだろうなと思ったら穴が開いてるから迂回できたけどって感じ、何も知らなかったら真っ暗で分かんないから、いつも通りにバーンって行ってるから、そこでも怖いけど、あれできたらできたで綺麗じゃないですか一個一個にオーナーいるっていうのは本当なんですか、基本的に個人の私有地にセノーテって大体あります、はい、庭に池があるように庭にセノーテが全が湧いたみたいな感じでセノーテができたみたいな、ゲート作って入場料みたいな、そうそうそうセノーテによって値段はピンキリ、高いところもあればただに出てくれるものもあるし、本当にね誰が管理してるかわからない、ほったらかしのセノーテとかもあるから、そういうところは結構市民の憩いの場になってたりとか、プールとしてのそうそうそう、どこもあの透明度なんですか、透明度っていうのは地下水脈海まで流れてるから、内陸から海岸線までずっと流れてるんだけど、海岸線に近づけば近づくほど透明度はいい、あー、ろ過されてるんですね、そう、内陸の方はどっちかっていうと白く濁ってる、例えばあの遺跡ツアーとかで行く近くのセノーテっていうのは透明度はそんなには綺麗じゃない、その代わりすごい神秘的な場所とかね、たくさんあるで、中入ってみて水中メガネ見てみて、わー綺麗とかいうのはない、空間雰囲気っていうものは神秘的でいいっていうこと、うん、そう結構ね地下洞窟みたいな感じでね、だからこうふーっていう景色とか見れたりとかする、でもでも見てほしいっすよ、海でも遊べるし、うん、海荒れてたら背乗って行けばいいじゃないですか、うん、ホテルゾーンもリゾート開発されてるし、あの辺りも遊べるわけじゃないですか、ぜひじゃあ観光に来た際は概要欄の方に、こちらまで概要欄の方にください、お願いします、ここにインスタのアカウントと貼っときますので、概要欄の方にホームページの方も貼らせていただきますので見てください、これ多分まだしばらくいると思います、またありがとうございました、ありがとうございました、ねえ、ないわ。朽ち果てるまで転げ落ちても